第103飛行隊は、かつて航空自衛隊北部航空方面隊、第2航空団霊下だった戦闘機部隊。千歳基地に所属し、航空自衛隊3番目の F-86D 全天候戦闘機を運用する飛行隊だった。1961年の部隊編成後、1968年の兵隊までの7年間にわたり、アラート任務を実施した。 1961年3月1日、航空自衛隊3番目の F-86D 飛行隊として、小牧基地第3航空団霊下にて発足。発足当初は F-86D の供与数が少なく、第102飛行隊と一部機材を共有して、訓練とアラート任務を実施していた。F-86D の機数が充足した同年6月10日に、 北海道千歳基地へ移動し、第二航空団霊下となった。同年8月8日から、千歳基地における24時間アラート待機任務を開始した。1962年以降、各基地へ F-104J 戦闘機の配備が開始されたこともあり、第三航空団霊下の第101飛行隊と共に1968年10月1日に、兵隊され、 航空自衛隊における F-86D の運用が終了した。第103飛行隊の舞台マークは第2航空団を示す和帯2本を引いたデザインとなっている。ありがとうございます。